誰これ発案した？僕がね、会計士目指したのは、やっぱり、就職したくなかったからかな。あ、似てるで、これ。CPA カレッジ。担当式合格発表当日。受験生、感謝と敬意の博士パズル組み立て地獄企画。CPA 梅田校のメンバーから受験生の皆さんへメッセージを寄せ書き風に書いてもらいました。多分ね、このマツコって書いてあるのがマツコサインゾーンなんですよ。マツコサインゾーンをちょっと外周から埋めていこうかなと思うねんけど、これ多分マツコの字やと思うねんな。あ、意外といけるかも。マツコゾーンいいぞ。やっぱあれやな、なんやかんやってマツコは優しいからな。あの人ね、一つの収録室を僕と交互に使ってる、共有してるんやけど、特に僕が授業した後ってめっちゃ汚れんねやんか。黒板びっちり書く人やから、特に CPA カレッジなんてね。そうすると、まあ、チョークの粉とかもそうやし、いっぱい汚れるんよ、僕の後は。でもね、マツコはそれをいつも綺麗に掃除してくれるのね。もう掃除機もかけて、なんかこう、布巾もかけてね。やっぱ持つべきものは、綺麗好きの同期やで、みんな。あの人最近ワイン習い出しに行ってるんでしょ？なんなんワイン習うっていや、なんかね、いや僕もお酒好きやからさ、気持ちはわかんねんで。でワインって多分勉強しだしたら沼だと思うのよ。どこどこさんのワインのとか、あるいは年代によっても違ったりするし、あの人そういう沼に飛び込んでいく癖あるよね。あの、出汁の研究とかもそうだしさ。出汁の研究なんかその沼やん。どこの昆布使うとかさ。何度で止めてどうのこうのとかさ。あの人、そういう探求心すごいよね。だからなんやろ。マツコはね、関西以外は何でもできるんじゃない？なんかいつも、あの人の身の回りにはギリギリ笑える不幸が飛び込んでくるんですね。なんかこの間もひったくりにあったとかさ。しかもお金も取られず怪我もしてないんでしょ。ギリギリ笑えるやんかとかさ。なんか収録室に行く途中のエレベーターに閉じ込められましたとかさ。いや確かにその収録室に行くエレベーターはボロいエレベーターやのよ。まあ僕も乗ってるからね。でも僕は閉じ込められたことないんよ。でもマツコはしっかり閉じ込められて、しかも無事に救出されるみたいな、またその笑えるやんか。なんか羨ましくてしょうがないのね。もうネタに困らへんやんか。だいぶマツコサインゾーン埋まってきてんけど、ちょっとわからんところいっぱいあるわ。探してんけど見当たらへんのよね。どうしようこれ。じゃあちょっとマツコサインゾーン卒業して CPA 梅田校受付の宮古ゾーンに行こっか。宮古ゾーンはね、こういうお花柄で、彼女は囲ってくれてます。いやこれ何ですか？これはポムポムプリンかな。宮古はね、すごい気が利くのね。まあ僕がね、仕事しててもいつもこう先回りしてなんかいろいろやってくれるんでね。まあ僕のみならずまっちゃんとかも、まあ、すごい助かってると思うんやけどね。もう超優秀な受付なんですよ。梅田校に皆さん来た時はぜひ宮古と喋って帰ってあげてください。この間宮古結婚したんやけど、結婚式の3日前からてるてる坊主を作り出して CPA の受付でね。で、あれ受講生のためにてるてる坊主作ってる風な顔してたけど、
絶対自分の結婚式用にてるてる坊主作ってると僕は思ってるんよね。優秀やろ。いやでもお花っつってもなんかもう同じ柄のお花があるからさ、結構むずいぞ。なんで俺この朝からこんなんしてんねやろ。明後日さ、もっとこう生産性のあることをやる時間帯じゃないの？みんなやったらさ、計算問題解いたりするやん。僕はパズルをしてますよ。生産性あるか。僕の好きな曲でミスチルの彩りっていう曲があって、僕のした単純作業がこの世界を回り回って、また出会ったことのない人の笑い声を作ってゆくっていう曲があるんやけど、僕の教え子とかこの歌詞の僕のした単純作業っていうのが日々の答練解いたりとか問題集解いたりとかっていう、それがこの歌詞の単純作業で、でまた出会ったことのない人のっていうのが、自分は会ったこともないけど世の中の投資家のために自分は合格して頑張っていくんだみたいな、この歌に元気づけられて頑張ったっていう生徒いたで。だから僕もこれ今単純作業をやっているけども、このパズルを組み立てたらみんなが喜んでくれると信じてるで。見てください、このポムポムプリン、かわいいね。みんなはなんで会計締め出したの？ちょっと雑談しながらやろうか。僕がね、会計士目指したのはやっぱり就職したくなかったからかな。したくなかったからっていうかさ、周りは就職活動してるわけよ。でもなんか僕には別にここの一社に行きたいっていうのがなかったのね。だからね、そんなエントリーシートとか書いて、で場合によってはエントリーシートだけで弾かれたりとかして、でエントリーシート通っても一次面接、二次面接、三次面接、四次面接とかね、たくさんの面接があってふるいにかけられてってするほど、別に俺そこの企業行きたくないしみたいな風に思っちゃうから、だからなんかそのバイタリティをかけてまでここの一社に行きたいっていう企業がどうしても見つからなかったのね、僕は。でなんかそんな時に、会計士っていろんな企業見れるよみたいなことを聞いて、あ、じゃあなんか面白そうやなと思ってやりだしたのね。もう全然その監査ってどんな仕事とか全然知らなかったのに、なんとなく面白そうだなってだけで僕は目指し出したんよ。まあそんなと起きないけど、まあみんなもっとね、ちゃんとした動機があるのかもしれないけど、まあ、僕の場合そんなもんで。でも振り返ってみると人生ってまあそんな感じに決めていいと思うのね。そんな分からへんやんか、自分に何が向いててさ、どういう仕事が転職でとかさ、やってみないと分からないじゃない。でまあ僕の場合はまあたまたま縁あって今会計士とかね、講師とかやってて、まあ楽しくお金をもらえてる状態なわけ。まあそれってすごい素晴らしいことだと思うし、でもある程度運というのは僕は好きじゃないんだけど、常にそこに向かってる人に運が訪れると思ってるから、運っていう言い方は好きじゃなくて、まあ運だけじゃなくて、まあね、努力があっての運も必要っていうイメージだと思うんだけど、なんか結局人生ってそんなもんかなと。かな
ね、40手前にしかなってない若造ですけども思うことはあるよね。だからみんなもね、その時その時の感覚に従って生きたらいいと思うのよ。例えば今後ね、合格していって監査法人に入っていくやんか。で、監査法人入っていったら、まあ他にも道が見えてくると思うの。別に監査だけが会計士の仕事じゃないわけだから、ね、監査法人じゃ辞めて、違う会社に行ったりとかって、全然そういう選択肢もありだと思うし、ぜひチャレンジしていってほしいと思うので。でもそういうのってもう勢いで決めていいと思うのよ。もう今日辞めるって決めていいと思うの。僕もね、監査法人辞めた時ってもうやめようって思い立って、もうその日に人事に言ったの。で、やめさせてくださいっていうか、やめますって言って、で、仮想人って人がやめていくことに慣れてるので、そんなこう引き止められたりっていうのは基本的にないわけよ。で、まあ、じゃあいつやめますかって言われて、あの普通ね、引き継ぎとかもあるから、じゃあ1ヶ月後とか2ヶ月後とか言うんやろうけど、僕はあの今日辞めますって言ったのね。いや、もう今日辞めるって言ったお前初めてやでってこう人事の人に言われたけど、まあでもそれぐらいもう辞めるって決めたら僕はもうさっさと辞めたくって、とか、まあはっきり言って勢いでね、決めて勢いで僕は動いてるんやけど、まあそれでも人生楽しくやってますから。なんかみんなやっぱ賢いからいろいろ考えちゃうでしょ。会社辞めたらどうなるかとか、将来どうするかとか、なんか多分ね、賢ければ賢い人ほど考えちゃうと思うのよ、いろいろ。でも時にはバカになることって絶対必要だと思うのね。もうえいやで決めちゃうことって、絶対人って分析しすぎたら動けなくなるんよ。あの経営学用語では分析麻痺症候群って言うんですね、これね。覚えた。あの頭のいいバカがいるって言われるんですよ。頭でっかちになりすぎて動けないっていうね。まあよくそれ企業でもあるわ。なんか分析ばっかりしていろんな指標は出すけど全然業績伸びひんやんみたいな企業僕いっぱい見てるけど、やっぱそれってね、あのそういうことじゃないかな。ここまでやってきて分かったけど、この周りは簡単なんよ。この中のところがさ、マツコゾーンも都ゾーンも黒字やから、もうこれ見て、黒字の海。じゃあ次カメオゾーン行こっか。カメちゃんはね、講師なんですよね。講師なんだけども、人前で喋るのが苦手っていうね。あの、なんやろ、ピッチャーやのに肩弱いみたいな。ただ亀ちゃんね、超賢いと思うので、全国の CPA のシステムとかバックグラウンドを一手に担ってるのが亀ちゃんなんよ。で、基本活動時間帯が深夜なんですね。だから皆さんからね、注文が来たりとか、あるいは皆さんへのシステム運用なんてのは亀ちゃんが寝ずに深夜バッチ処理をしてるんです。そういう、まあ、縁の下の力持ち的なのが亀ちゃんなんで、ほんですごい優しい子でね、僕が去年夏祭りで、なんか金魚すくいみたいな水槽あるやんか、それでこうすくった亀のおもちゃを、まあ、亀だけに、亀奥にあげようと思ってあげたんですよ。で、それを去年あげたのに、未だにこう大事に CPA の梅田湖の自分の机の上に置いてくれてて、でその亀がピプピプ鳴るんやんか、押したら。で、仕事で疲れた時はその亀をピプピプ鳴らしてくれて癒されてるっていうね、本当にね、心優しい一面もあるんですね。で、言うてる間に亀オゾーンできたわ。じゃあ続いてはソダちゃんゾーン行こっか。ソダちゃんはね、これ見てください。ブルーで書いてくれてるんですね。これは作りやすい。
そだちゃんはね、やっぱね、僕とは違って、鉄の意志を持ってる子なのね。なんていうの？例えば、一緒にご飯食べに行くやんか。で、僕、お酒飲むやんか。なんか、僕だけ飲んでて申し訳なくなるから、全然そだくんも飲みって言うねんけど、いや、いいです。水でいいです。って言うのよ。なんかめっちゃ体気使ってるんやと思うねんけど、大学生の時に一回飲んで以来飲んでないとか、で、その意思をちゃんと貫いてくるのね。あと、そだちゃんは CPA 梅田校で今、スタンディングデスクで仕事してるのね。僕もまっちゃんもみんな座って仕事してる中で、そらくんだけ立って仕事してるんですよ。すごいよね、その意思。僕やったら絶対、三日坊主になると思うので、もう三日も持たず僕一日で挫折すると思うのよ。でも、そらくんも、かれこれ半年とかやってんちゃうかな。って言ってる間に、そらちゃんゾーン完成しました。みんな合格できるぞと。そういうメッセージやね。受付のバンちゃんのゾーン行こうか。バンちゃんはね、これまためっちゃ仕事できるんやけど、僕と一緒で頭おかしいよね。飲みに行くやんか。絶対に記憶飛ばすんよね。ある時飲みに行って、で、そこの居酒屋、2階建ての居酒屋やったんよ。で、バンちゃんトイレ行ってくるわって言って、で、トイレが2階にあったのね。で、そしたら突然なんか2階からゴロゴロゴロってなんか落ちてきたね。おお、なんか2階から落ちてきたわと思ったら、バンちゃんやったよ、それ。で、しかもそれを綺麗に翌日には全く覚えてないっていうね。なんか体のところどころ痛いねんけど、とか次の日言ってんだけど、いや、それあんた階段から落ちたからやんっていうね。覚えてないんですよ。っていう、な、僕と同じサイドやん。っていうか、僕よりひどいやん、それ。ピースの後、こんなもんやねん。いけんちゃうか。あと2ピース。おっしゃー、あと1ピース。できたー。これバンちゃんね。それから、これミヤコ。二人ともね、受付に遊びに来てくださいって言ってるから、あ、皆さんぜひ受付に遊びに来てね。で、これマツコ、なんであいつをね、区長なので、ここにムネリンがいないな。僕が代わりに書こうか。こちらになります。